こんにちは、石です。阪神タイガース FA 補強に生還、正直意外でした。補強ポイント的にはぴったりとも言えるくらいの選手たちが今 FA 市場にいるように見えるんですよね。そんな阪神タイガースの現状、そして補強ポイント、なぜ FA に乗り出さないのか考えてみたいなと思います。まず今シーズンの阪神タイガース、2021年優勝を逃し、2022年本当に苦しいスタートでした。その中で投手陣の力が非常に大きかったこと、そして機動力を使うことができた、阪神なりの戦いができたと言えるかもしれませんが、本来主力期待のマルテの離脱と不振、ロハスも苦しかったこと、そして主力期待の選手が苦しかった時にこそ主力に近い形でサブとしていてほしかった中堅の陽川選手、北条選手、高山選手、そして期待の選手でもある小野寺選手や井上選手、豊田選手らも一軍で活躍というわけにはいきませんでした。島田選手や原口選手、山本選手ら貢献度があった選手たちはもちろんいるんですが、主力と考えると助っ人の不振がチームの火力課題に直結してしまいました。だからこそアピールした島田選手らを使って機動力を重視したチームにしていきました。OPS6 割3分8厘が12球団ワースト。ただ盗塁数は110とセリーグトップで、得点数も最下位にはならなかった。盗塁数は110とセリーグでトップで、最下位広島の26の4倍以上。得点数も最下位ではなかったこと、それくらい武器自体はありますし、阪神としてできる得点の取り方というのは、まずまずだったのかなと思います。でオフシーズンの流出の可能性でいうと、藤波選手がポスティングですが、岩貞選手、岩崎選手、西勇輝選手は残留とのこと。もちろん鍵になるのはスケット、ロハス、マルテ、そしてアデルリンで合計のホームラン数が12本、長打としてはかなり寂しかったので、スケットが鍵になることは間違いないんですが、他にも補強の術はないのか、それも考えてみたいところ、チーム内の2022年の阪神のホームラン数、 OPS、 打点上位5位がこちら。チーム全体で84本塁打のうち、大山選手、佐藤選手で43本となってしまうのはかなり依存具合が高い状況です。次に長打を望めたロハスも退団となりました。大山選手、佐藤選手が43本でチームの半数近くということは、やはりこの2人が不振になった時に一気にチームの火力が下がってしまいますし、中盤にはコロナ離脱があったように、このうちのメンバーの1人がいなくなると一気に火力が下がってしまうんですよね。やはりこの枠の選手、大山選手、佐藤選手までとはいかなくても、その次に火力を望める選手が必要になります。当然本塁打 OPS が全てではありません。この主軸2人にしっかりとチャンスで回し、打点を増やしてもらうためにも、近本選手が2割9分3厘30盗塁と役割を果たすことができていたように、こういう選手たちを増やすことも必要になってきます。実際1番近本選手、3番佐藤選手、4番大山選手、5番新助っ人、6番にルーキー森下選手みたいな起用法が現実的にはなってくるのかなと思います。実際 WRAA 的にマイナスとなっているポジションはキャッチャー、セカンド、サード、レフトになります。大山選手、佐藤選手がファースト、サードでがっちり固められれば、サードはまずまずで、実際村上選手の存在がいますので、宮崎選手や岡本選手でさえマイナスになっているサードに関しては火力を出せても、やはり上がいるのでマイナスになってしまうんですよね。なのでそこまで課題とは思っていないところ、ただセカンド、レフト、また佐藤選手をサード起用するのであれば、ライトは補強ポイントになってきます。どうしても助っ人の市場的にはかなり苦しくなってきているので、大山選手の外野起用を含めてファーストというところも補強ポイントにはなってきます。で、今の阪神の課題をまとめるとこんなところ、はい、主にこの3つ4つというところになってきます。確かに主軸以降の強打者というところで助っ人が鍵になってくるのは間違いないでしょう。で、セカンドも今シーズンのドラフトでは即戦力的な選手を獲得しませんでしたが、小畑選手の2軍の内容、フェニックスでの内容を見れば、彼以上に1軍での活躍を期待できる即戦力内野手がいなかったと捉えることはできなくはないので、小畑選手次第みたいなところがあります。また守備では若干苦しいとはいえ、打撃で期待ができる渡辺選手、高浜選手と獲得、渡辺選手の守備はセカンドとしては正直糸原選手より苦しいように見えますので、なかなか計算はできないと思いますが、代打やファースト、サードとしても起用の可能性があります。で、高浜選手もユーティリティ的に起用できる存在、もちろん劇的に解決とはいかないと思いますが、中村翔吾選手が残留、さらに小畑選手や高寺選手といった若手を起用すると考えれば頷けないこともありません。で、キャッチャーの打力は課題とはいえ、梅野選手の存在がいて、坂本選手というサブキャッチャーまでいて、若手キャッチャーもいる、ドラフトでキャッチャーを取れとはあまり思ってはいませんでした。
で、出塁率が高い外野手でもある近藤健介選手、守備レベルが非常に高く出塁ができ、近年オフシーンのシーズンもありますが常に OPS7 割以上を記録できるキャッチャー森友哉選手が今市場にいます。何度も申し上げてきているので割愛しますが、守備でもハイレベルになった森友哉選手、むしろ打撃はかつてほど安定して打ち続けることは難しいかもしれませんが、キャリアで OPS7 割を下回ったことがないんですよね。まあ外野起用に関してはほぼ不可能、6年やっていませんし、キャッチャー以外の起用は考えられないくらいキャッチャーレベルが上がっている選手で、近藤選手も常に出塁率は4割超えてくるような外野手、21年こそチームの長打課題で長打を狙っていくということもあり、打率は3割を切った2割9分8厘でしたが、18年以降は長く出て3割 OPS 8割を超えてきます。もちろんホームランバッターではありませんが、近本選手近藤選手を外野に起用できれば守備はまとまってくる上に相当出塁ができる、チャンスを作れる、そして2人で得点も計算できる、何でもできる上位打線になってくると思うんですよね。で、今のキャッチャーとレフトの攻撃力がこちら。はい、梅野選手が長期契約とはいえ、この2年間 OPS6 割3厘5割8分1厘、その前は7割台も記録してきましたし、下位打線で一発があるキャッチャーとして本当に低打率でも存在感はあったんですが、なかなかこの2年は苦しいんですよね。得点圏での一打はありましたが、併殺も多く、なかなか長打は望めなくなってきています。かなりマイナスな打力を出してしまっていることを考えれば、追加という検討可能性はゼロではないはずなんですよね。で、仮にですが、キャッチャーで森友哉選手を起用して主軸以降に置く、もしくは上位打線に置くことができれば、しっかり主軸でチャンスを回せる、主軸以降でも打力に期待ができることが考えられるんです。で、左が続くということはありますが、仮に近本選手、森選手、近藤選手、大山選手、佐藤選手、助っ人か森下選手で、下位打線に中野選手、小畑選手というスタメンを組むことができれば超強力、森下選手ならライト、新助っ人ならレフトと近藤選手を動かす可能性はありますが、この2人を獲得することができればめちゃくちゃ強いんですよね。まあもちろん左に偏りが強いことは否めませんが、ただ今季まで小畑選手らが起用しづらかった理由として、下位打線に中野選手、小畑選手、梅野選手投手となってしまうと主軸以降が一気に苦しくなってしまうんですよね。だからこそ主力のポジションを動かしてまで糸原選手を入れて中野選手の機動力を使っていく、そこ自体は悪いとは全く思いませんが、苦しさは見えてきたかなと思います。だからこそ2人の獲得ができて1人助っ人が入ってくれば最高、片方だけ取れても非常に大きな補強になると思うんですよね。なので個人的に今年は獲得に乗り出すんじゃないか、特に森選手近藤選手どちらかには行くんじゃないかと思っていました。ただ岡田監督は FA について考えていない、せっかくチームが若くなってきたのに年寄りはいらんという発言がありました。近藤選手は29歳、森選手は27歳、年齢的には糸原選手と同じ29歳、大山選手と同じ27歳、まあ、全く年寄りとは言えないと思いますし、むしろ全盛期的に長くチームを支えてくれそうな選手たちなんですよね。ただ気にかかるのはむしろ人的保障になるのかなと思います。特に両者 A ランクになってきますし、人的だけではなく金銭も大事になってきます。で、阪神は今季ケラー以外の助っ人を全員入れ替えました。ロハス、アルカンタラ、チェン、マルテ、カンケル、ウィルカーソン、アデルリン・ロドリゲス、合計で11億4000万円ほど浮きました。ただ岩崎選手、岩佐田選手、西選手の残留、さらに今後先発は1人2人、救援1人、野手2人と助っ人の獲得を考えると、まああと5人ほど獲得が想像されます。近藤選手、森選手は単年で4年4億5億程度かかる選手たちになってきますので、金銭的には相当苦しい状況になります。ただ年寄りはいらないという発言を紐解いてみます。まずこの2人の年齢はチームとしては確かに最年長ほどになってきますが、編成的にはまず31歳以上の野手がいませんので、ベテランは獲得してもいいように個人的には思っていますし、投手でも最年長が32歳の二保選手なので、まあ年寄りと言われてみればそうかもしれません。ただ実際多少ベテランはいてもいいのかなと思う部分はあります。まあただ近藤選手と森選手に関しては阪神の基準で考えればそうかもしれませんが、全体で見ると全盛期的な選手になります。で、もう一つプロテクト枠を考えてみます。本当にざっと考えただけでも28人のプロテクト枠って簡単に埋まっちゃうんですよね。で、この
プロテクトを考えてみても、もう北条選手、木浪選手、渡辺選手、高濱選手、小野寺選手、豊田選手、島本選手、梶谷選手、秋山選手、浜地選手、石井大地選手あたりが漏れます。まあ、そもそも高橋遥人選手を育成にしなかったという時点で、おそらく今季の FA 参戦はなかったのかなと思います。で、阪神2軍、今季は投手やしともに若手が非常に活発です。今井上選手が苦しんでいると思っているところですが、井上選手は正直今シーズンはかなり苦しんだところ、今まで怪我に悩んできた選手が長く出場できたのは良いんですが、少し課題が前に戻ってしまったというか、三振を量産してしまいました。遠藤選手も順調かと言われると難しいところ、現実的に人的保障となる可能性はこの2人あり得るんですよね。で、野手が課題のチーム、長打で苦しんできた部分はありますが、各ポジションセンターライン中心に有望株が控えている状況ではありますし、特にキャッチャーというポジションで考えてもやはり一つしかないので、他ポジションしかないんですよね、打力を生かすためには。で、梅野選手、坂本選手と一軍の守備経験的に外せないキャッチャーがいますので、森選手を仮に獲得するとキャッチャーの若手を起用できないという形になってきます。で、特に2022年はヤクルトが中村悠平選手の怪我に際し、若手キャッチャーでもある内山壮真選手が存在感を示すことができたと思うんですよね。で、それだけ中川選手が1年目、試合数打席数はそこまで多くないながら非凡さを見せることができましたので、内山壮真選手的な起用をしていきたいんじゃないかと勝手に推察しております。で、小畑選手、高寺選手は2023年シーズンでかなり積極的に起用されることが想像されます。で、前川選手も怪我のため守備でなかなか出場することはできませんでしたが、森下選手とともに外野で助っ人が苦しかった時に起用されることも想像されるんですよね。なので、若手選手を起用する可能性を減らすことを考えると、森選手、近藤選手に乗り出さないというのは少し理解ができる部分があります。で、投手でも青柳選手、伊藤選手、西勇輝選手、西純也選手、プラス助っ人2人、もしくは有原選手の獲得という一軍の先発状況、かつ救援でも岩佐田選手、岩崎選手、湯浅選手、浜地選手、ケラーとしっかりと控えた上で2軍でこれだけいます。まあ、当然西純也選手、佐伯選手は一軍で計算されている存在、鈴木選手や佐藤蓮選手と上位指名選手が苦しんだり、21年はリリーフで光った及川選手らが苦しんできたりと、投手野手ともに順調な若手がいる一方、全員がうまくいってるわけではありませんし、今季も開幕当初から怪我人続出が目立った中で、秋山選手も本来一軍で投げないといけない選手ですので、投手は何人いても困らない、特に先発はそうです。で、だからこそ助っ人有原選手の獲得調査というところがあるのかなと思います。まあ、個人的にガンケルは残して先発1人という形でも良いのかなと思っていましたが、まあ、ガンケルの怪我の多さというところも気にかけたのかなと思います。やはり野手で有望株がいて一軍コアが固まっている、で、投手も有望株が多くいますので、有望株か一軍メンバーが28人枠漏れてしまうんですよね。金銭面、人的保障で有望株が取られる、助っ人もしっかりと補強しないといけない。で、これで助っ人が4人固まっていて、1人保険的な選手を取れれば良いという状況なら、獲得もあったと思うんですよね。ただ、オフにやらないといけないことが非常に多いし、使わないといけない額が大きいんですよね。で、近藤選手、森選手はどの球団も欲しいですし、森友哉選手に関しては本当に守備力の向上がものすごいので、球界最高峰のキャッチャー、彼一人がいればチームの順位が動く、それくらいの選手なんです。数年の補強計画を動かしてでも取りに行きたい、阪神的には必要な存在だと思います。特に梅野選手、坂本選手体制で回っているとはいえ、打力は大幅マイナス、もちろん長打が足りないので助っ人はマストですが、両翼課題の中で出塁率を期待できる近藤選手は、外野というだけではなく上位打線に組み込めるという観点でもかなり欲しい存在、むしろ打力を優先するなら近藤選手、守備総合力を優先するなら森選手というような補強になってくると思うんですよね。近藤選手も単打のイメージもあるかもしれませんが、しっかりと二塁打を量産できますし、調子が悪い時期でもフォアボールを取って出塁ができる、本当に単打という選手ではありません。それでも獲得に行かなかったということは、やはり助っ人をしっかり補強する、さらに若手の成長に本当に期待ができる、23年は中川選手やもちろん藤田選手、そして高寺選手や小畑選手、前川選手ら若手の成長というところに期待ができる、戦力化できるという自信もあるのかなと思います。23年、岡田新監督のもと、今までの矢野監督の育成という方向から
勝ちに行く形と思っていました。ただドラフトは将来性重視でしたし、即戦力的な FA 補強もあまりありませんでした。スケート補強はある程度行っていくことは明確だと思いますが、まあ大型補強かどうかは今のところ分かりません。育成的より結果にこだわりたいというところを感じていましたので、正直補強にここまで消極的というのは驚きでした。2023年もある程度育成的な路線は続いていくんじゃないかなと個人的には思っていますので、まあ正直想定外なところは否めませんが、阪神がどう変わっていくかというのは個人的にかなり注目したいポイントというか、セリーグの中でもかなり面白いなと思っているところですので、23年はしっかり注目してほしいなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。